はま寿司来ましたよ。はま寿司はま寿司来たよ。久しぶり、しゃぶりだね。そうね。何しますか。いくらに。いくらさん。はい。納豆でしょ。1。納豆1。うん。ご注文ありがとうございました。サマステセット。食えないだろ、ただけど。あれじゃん、ポテトセットじゃないの、ね、いつも。本当、食べれない。量だからってこと？大丈夫、いけそう？いや、いけんだったらいいんだよ、全然。もういくんで、ちっちゃいでしょ、だって浜子セットだから。ご注文、ありがとうございました。はい、ヤオちゃんこれで OK ね。はい。ギターディね。よかったらママたちも浜子セットポテト頼んでくれ。いや、いらないっす。早い、もう来たよ。いくら、いくらはいくら？また言ってる。これね、はい、どうぞ。はい、来ましたよ、ちゃん。はい、どうぞ。納豆も来ます、納豆も来ます。このすごい、これ来る。はい、どうぞ、俺。まもなく到着します。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、来ました。え、まあまああるんじゃない？ちょっと、まあ、いけるんちゃいます。まあまあ重いよ。あ、でも言うて、言うて、言うて、言うて。大丈夫、いける？本当に？あ、いける、まあまあ。あ、めっちゃ色いいんだけど。本当だね、すごい。味は？味は味は。味は味は。ありがとうありがとうありがとう。感謝です。いただきましょう。はい、どうぞ。食べれるかな、お茶。早い。今日すごい早い。本当に早い。うまし。あ、よかった。うん。うまい。うん。うん。うん。来ました。飲み物。何ですかこれ。コーヒーですか。ファンタ、ファンタじゃなくて。あれ。売ってない。ペプシです。あ、ペプシですか。うまい。うまい。よかった。すごいね。おお。すごいじゃん。はい、味噌汁も来ましたよ。明日何？明日？うん。化学です。はい。うん、今はテスト、期末テスト期間中ね。明日でラストだろ？明日化学だけ。1時間だけ。うん、ミミィとカラオケ行ってくる。行って。ミミィと遊んでくる。行って。帰り遅くなってまた怒られるんだろ。明日はライブがあるからね。あ、そうだ、ライブなんだ。うん。そうそうそう。ライブ配信があるからね。ゲストは、まあだからもう3日間、4日間ぐらいやってるじゃん。今のところ、自信があった教科は何ですか？ボーキー。なんだっけ？ボーキー。ボーキー自信もっとしてるし。ちょっと得意になっちゃってる。ちょっと点数楽しみだ、マジでな、うん、帰ってくるの。これで5点とかだったら最高じゃんっていう、うん、打っ飛ばすよね。おいやー、何があったの。ハマコセットのポテトセット。だってさ、おちゃんさ、もうなんで意味わかんないよ。陰謀だよ。何の陰謀？ディープステート。え？闇の政府。陰謀だよ。イルミナティだ。ね、分かるのはメイメイのママなんですけど。で、私ね、綺麗に解きたいからね。どうぞ。あ、ちょっとやめてよ。なんて本名を言うの。やめなさいよ。明日はパパ何の日ですか？明日は名護の日だね。沖縄に名護ってあるでしょ。本当？違います。何の日でしょうか、おじさん。さ、調べないとわかんない。調べて出てこないやつです。さっきね、サイ見てた。知ってる、隣でやってた時に。うん、もうね、さっきその時はサイ見ることにしてる。7月の何、うん、やっぱりシンパシー感じちゃったのかな。何ですか。7月5日何の日。アナゴの日。アナゴの、ナゴだね。あ、ナゴ。江戸切子の日。鳥なんかその日だって。ねえ、ちょっと。切削工具の日。あの。名護の日。名護の日、嘘でしょ。名護の日。名護の日、あったすごすぎ。だそうです。はい。結婚記念日です。誰の？私とパパの。2003年に結婚した
汁うまい。チャーハン汁うまいよ。やめてよ。あっちうまいよ。2003年結婚したのね。汁がうまい。すごい案外量多くない？ちゃった。ちゃった。あ、じゃあ次からねえ、ムカつく。あれ21年でございます。もうさ、最低だよね。あのこの動画を見てくれてる方で結婚している方もしくはお付き合いしてる方でもいいんですけど、そういう記念日とか どうなさってますか皆さん。記念日忘れちゃダメだでしょ。そうだよ、俺とママなんですよ、毎日が記念日だ。厳しい。痛いそうやって。だから、ね、特別な日ってのはないわ。毎日特別だから。これ毎日が特別だから。みんなはそんなことないよ。え、みんな毎日特別じゃないの？かわいそうに。ね、本当にムカつくよね。あおちゃんはすごいじゃん、食べてて。うん、作るんで。うん、お腹いっぱい。なんでお腹いっぱいになっちゃう？だってまあまああるもん。いつもの夕飯から。言うてないでしょ、なんて偉そうに言ってたけど。黙んないね。本当だね。馬寿司の豚汁、超うめえな。いらない。めっちゃ見てる。お腹いっぱい。あと2口じゃん。タイプマンの味。やっぱり無理じゃん。醤油かけすぎだって。言うてそんなないでしょ。でね。あったね。あった。デザートはちゃんどうするの？食べるよ。食べるよね。え、何食べない？なんて選択肢あった？ない。パパのデザート来たよ。あ、本当だ。デザートね。あっちからね。器ごとね。うん、サンゴちゃんはどうにしましょうか。さあ、ガトゥーショコラかな。ガトゥーショコラ。ガトゥーショコラ。来ましたよ。来ましたよ。イクラの大行進だ。一人だけ。いただきます。はい、どうぞ。うまうま。またその顔。うまい。うまかった。甘い。甘い。ママ、お誕生日おめでとう。え、なんで？まだ4パチ？そうだよ。ほな。明けましておめでとう。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 今年もよろしくな。よろしく。よろしく。パパ、もうすぐ49になっちゃう。パパが49になる日、ミーミーとお祭り行ってくる。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ごちそうさんにしてございました。で、まだなんだ、ママ。でもごちそうさまでした。ママ、デザート頼んだの。出た、持ってくるやつ。食べ過ぎだよ、ママ。パパ、15歳だ。もうパパ、茶碗蒸しとお味噌汁だ。私、お水だけ。そうに言ってこのくだり何回やったらいいの。本当だよ、うん、何いい加減にしないよ。大学院もって言ったから大学院もかと思った。あ、いいっす。あおちゃん、これ返しておいで。もう店の人に返しておいで。本当だよ。何これ、アイスでかちゃんと立派。安いな。おいしそうね。200円でそれは安いよ。大学院200円だよ。安っ。しかもアイスなかなかでかいしね。でかい。やっていける。サイドメニュー安いって、うん、やってくられる。、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ごめんなさいね、ママ待ちでした。回します。あ、まだね、やってこよう。はい、誰かこの巨人のユニフォームいらないって人いませんか。欲しいです。これが欲しいです。来ました、ハピーランプリ、マスキングテープガチャガチャ。ハピーランプリだったの。だから言ったじゃん。そう、最近メイメイとお寿司屋さん行ったんだけど、うん、その時にもやりました。本当？何？ポチャコ。ポチャコ。マジポチャコンやばい私。あ、なんか全員集合だ。全員集合だ、よかったじゃん。かわいい。あ、シークレットじゃん。シークレット？うん、やったよ。やった。イエー。寿司かわいい。イエーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。